こずしチャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいなと思っております。まあ以前ですね、義経の話をされたと思うんですけども、義経がですね、逃げる時の話を今度したいって言ってたじゃないですか。その逃げる前の頼朝が義経を追討するっていう話のその辺をちょっとしようかと。あ、そうなんですね。この前平時忠の話で、で時忠を捕まえたけども結局時忠は鏡を守ったから。助けてくれって言うて義経に言うてで義経に自分の娘を即死に出してると、で結局梶原が結局頼朝からその義経がどないしてるかっていうのを見てこいということで、で京都へ来てで時忠なんかのことをちゃんとやってないなっていうようなことで。あれは謀反の兆しがあるのと違うかっていうようなことを頼朝に報告してるわけな。ほんで頼朝はその義経の嫁にある川越とかそれから和田義盛とか畠山とかそういう言うたら自分の一番重心に近いとかな、その辺に義経を打つのに行ってくれっていうようなことを依頼するわけや。なるほど。でこれ3人とも断んねん。あ、なんでまた断るじゃん。なんかなまあ川越は自分の娘が嫁に行くとこやねんからな。ああ、そうですね。それは断るわな。それから後の2人和田がなんかかっけとか言って断るんかな。それは言い訳やと思いますね。まあね。だけどね、とにかく大体これは僕はわざと断りそうなやつに最初依頼してたと思う。やっぱ自分の弟に手出すのはちょっとためらわれたよりともね、それで結局誰かっていう話になった時にここがこのいろいろ土佐の坊正俊っていうのが出てくんねんけども、これが私が打ちますっていうことを自分から言うたっていう話と、それから無理やり命令されてしたっていうその本によって違うわけや。平治物語とかそれから「吾妻鏡」とかそれからもっと後の「義経記」「義経記」なんていう本によってな。でその中で一般に信じられてんのはその正俊っていうの土佐の坊正俊っていうのは興福寺の宗徒って興福寺の下に金剛坊っていうのがあるかな、そこの宗徒、要するに寺侍というか僧兵と一緒、そういう感じの人で、それで奈良の針野省というところの代官を夜闇討ちして殺すわけな。でこれが勝手な振る舞いやということで鎌倉へ送られるんやけども、京都にその自分は誰やったかな、土井実平が京都を守ってるわけや。で土井実平に連れられて鎌倉へ行って結局いろんな話した中で結局頼朝の御家人になるな。なるほど、強さを買われた。そうやろうな。ほんで結局そういうなんでまあ恩があるわけや。ああ、助けてもらったな。それから誰かっていう時に自分が行きますっていう名乗り出たっていうので頼朝が感激したいう話があるのと。別の本ではもともとこの正俊っていう人は子供の時は金王丸っていうのかな、金の王の金王丸言うて義朝の故障やった、頼朝の親の。じゃあ結構な年なんですねこの人。ああ、もちろんもちろん40前後ですね。そうやろうね。ほんでそやから頼朝と義経のことやらもよう知ってると。ほんで結局義経を討てっていう命令が下った時にその一族の中でなそういうことが起こるのは嘆かわしいって言うて断ったっていう話だから、自分が申し出たっていう話と断ったっていう話と両方あるわけや。どっちでも信憑されますね。ほんでなかなかどっちも捨てがたいとこがあるんだけどな。だけど基本的にな頼朝がその恩賞をちらつかした。要するに打ってきたらちゃんとしたるぞという。だから正俊はその行く代わりに自分の子供とか親がおるから、もしも自分が亡くなった時にちゃんとしてくださいねっていうのをきちっと頼んで、それで行きますということになったわけな。なるほど。でこの時に頼朝はその自分の御家人をたくさんつけてやろうかと言うた時に断ってるわけ。自分とこの家来だけで行くと、83人およそ100人弱。本能寺変の被害者の人数ぐらいですね。うん。ほいでな、これがな、僕はね頼朝自身もね撃ってこいって言うてくけどね、ほんまに撃たれたら困ると、これは玉砕してこいみたいな話だと思うね。失敗を望んでたんですね。うん、っていうのはね、この前にも義仲の時に義仲を撃つべしっていうあれの時にはその代わりに警察権をっていう話になったやろ。であれと同じで今度の時も義経を撃つっていういう話になった時に義経は後白河とこの当時仲いいわけやんか。官位もたりまあ最悪その戦時までもらったわけだからね。そうそう。ほんで戦時まだもうてない。だけどもこの同じように義経を追い詰めたらね、後白河へ泣きついていくと。泣きついていって戦時を出して義仲が自分を追悼するようなことをやったんと同じようにね、義経もそうするやろと。結果的にそうなりましたね。ね、そうした時に今度また前と同じように義経追悼っていうのを口実に守護地頭っていうのを置いたよ。でこの守護地頭を置くっていうアイデアは大江広元が出してるわけ。あの人すごいですね。な、ほんでこれの実行役が北条時政なわけ。だからその段階ではまだ時政は大江広元のまだ下ない。あ、下なんですね。実行役やから。嫁さんの親っていうだけであって、その幕府の中では僕は下やと思う。まあ使いっ走りってことですか、要は。まあね、極端に言えばね。そやから時政なんかでも途中で頼朝を暗殺しようという曽我兄弟の時のには黒幕は頼朝蘇我五郎が暗殺しようと思って向かっていくわけよ。あれの黒幕は時政やって言われたりするのもな、そういうところがあるわけな。なるほど。それで結局ね、大江広元のあれは義仲の時と同じようにそれを機会にその朝廷に対して結局その責任わしを追悼するということをどないしてくれんやっていうことやがな。その代わりに結局義経追悼のために守護地頭を置いて、それでおまけにどっからも一旦あたり5升か米、税金ですね、税金取るというようなことを強要したわけよ。断れへんわけや。負い目があるから。負い目があるから。だからこれ全く義仲の時と同じことで、これをやろうというのが大江広元のアイデア。でそれを実行さすのが北条時政に脅かしてこいっていうことやんな。だからね、これ簡単にここ義経がね追悼し土佐の坊を送り込んで、土佐の坊がぶってしもたらこれややこしいわけ。だから義経も撃退できたわけですね、簡単に。だからね、土佐の坊が行くにあたってね、これは土佐の坊本によって京都までどれぐらいかかったかっていうのがあんねんけど、とにかく頼朝は9日間で行ってこいと、京都までつけと、10月9日に出発して10月の17日に着いてんねんけども、でっていう説と、それから9月の20日に鎌倉を出発して10月の10日、これはもう時間が20日間ほどかかってんねんけども、これが「平家物語」のそうあんねんな。でそういうのはいろいろちょっと時期がずれんやけども、結局義経が後白河に戦時出さしたんが16日や。ほんで正利が義経の屋敷を襲ったんは17日で、ところがこの16日になんで戦時出さしたいたら、10月の13日に正利が追悼に来るっていう情報がもう分かってるわけ。義経が察知したの。察知したより僕はこれは頼朝が流してるんだ。そうなんですよね、おそらく。ね。ほんで時にはちょうど夜討ちかけられた時は自分の家来1人と静御前と義経と3人しかいてない。3人で80人入ってたんですか、屋敷はな。ええね。ほんで皆が外へ出てる状態、ね。でこれわざと隙を作って打たすようにして、それで結局パッと門開けた夜やからそれを次々と入ってくるのを順番に弓で義経がやったってほうほうと考えた方がいい。ほんですぐ皆が帰ってくるんやから、まあ、タイミングよくね。うん、ほんで結局皆逃げて鞍馬へ、正利は逃げて鞍馬で捕まって殺されるわけな。だからもうこれ殺されるのも覚悟で正利は言ってると思う。言うたらその保険かけてもうて自殺してるようなとこがある。ある意味そうでしょうね。ね。でこれが頼朝のもともとの狙いやと僕は思う。あでもそう考えたらなんかうまいこと義経は撃破したというよりはなんかおかしいなってことですけど、ね。ほんで結局狙い通り戦時が出て、追討頼朝追討という話になったら、その責任を取れ言うて後白河を脅すと。そしてそれを考えてたのが大江広元と、やっぱあの人すごいですね。ね。そしたらね、あとの話もね、ずっとね、義経がなんで平泉まで逃げられたかっていうのも考えたら、大江広元のアイデアはそこまでやけども、頼朝のすごいのはこのあと平泉までね、逃げていくに違いないと。逃げる先も最初大本浦から西の方へ逃げようと思ったけども、あかんかって大和へ行ったわけよ。だからほったらあと逃げるのは平泉しかないと。後援会長本やから。あそうでしたね。ね。っていうのはもう頼朝にはそういうのが分かったわけ。そしたらね、これね、簡単に捕まったらその追撃や死後自党やっていう話がもう霞んでまうやん。それから僕は勧進帳であそこもたやすく逃げられたっていうのもみんなね、実は絶対捕まえるなよというようなとこがあるんですよ。裏命令みたいな。と思うねんけどね。あでもそれやったら結構話がうまく合いますね。うん、ね。あなるほど。平泉に逃げて、ほんで結局ついでに、一番気になってるのは平泉ないから藤原氏ないから昔から。そうですね。頼朝は大河ドラマでも藤原氏の動きが心配だって言ってますから。だから藤原をどう打つかっていう時に、これがその義経が逃げ込んでくれたら一番口実ができるわけよ。できますね、間違いなく。実際それを口実で攻めましたからね。そうそうそう。まあ一番危ないパターンとしては義経が大将にやることやろうと思うんですけど、まあそんなことはないでしょうし、それから義経が大和あんだけ捜索した時にも義経は捕まらんと静香だけが捕まってるっていうのも、あのとこで捕まえて殺してしもたら話はそこで終わってまうからな。平泉までつながらへんからね。まして守護地頭に話してはもうその時点で話できてるやろうけども、平泉を襲うっていう方へはまではいかへんやろ、義経が先捕まってたら。だからみんな一生懸命逃げてるみたいやけど、追いかけてる方も一生懸命は追いかけてないっていうことだと思う。でもそう考えたらね、義経はこの話を見るとピエロですね。そうそうそう、うまく踊らされてる気はするな。そうですよね。まあ三谷幸喜も書き方もなんかそんな感じがしてるんで、これはちょっとどういう解釈で書かれるか気になるところでありますよね。だから僕はそう思ってるけどね。なるほど。そう考えてみるとね、ドラマの続きがすごい気になりますよね。皆様はいかが思われますでしょうか。まあ義経の対する考え方は面白いもんですけども、頼朝や大江広元みたいな優秀な人間には勝てなかったというわけです。ほんで御家人っていうのはもうとにかく昔の武士はとにかく家のことを考えて、自分のことよりね家のことを考えてるから、ちゃんとこのことで自分が死んでもあとちゃんとしてくれるようなことを願ってるから、こういうことが起こるんやと。なるほど。そやからね、正利の母親がね、亡くなった直後にすぐね、頼朝のとこ行ってるわけ。ああ、そうなんですね。で頼朝はそれに対してその地域の中泉かなんかいうとこの荘園をそっくり母親にやってるわけ。だからそれでちゃんとね、ついつま合うでしょう。なるほど。というか下手すると土佐坊は死ぬこと分かってたかもしれない、ね。だからかなりね覚悟の、それと見方によったら結局義経と頼朝が争うということ自体がもう自分にとっては耐えられない、その子供の時のことを両方知ってるわけだから。そういうことになりますね。ね。だからそういう争いになってくるんやったらもう後のことさえちゃんとしてもうたらもう自分はもうちょっともうこんなん嫌やという。まあ日本人は自己犠牲が多いっていうけど、まあこの話も一つのエピソードですね。コメント欄にいろいろお書きください。いつも見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。